そしてね、あとね、足といえばね、トゥーパンプさんも足だね。お、うん、パンプさん足。そうなんですよ、うん、バンビロ高高の足を変えたいですと。あ、それ日本人っぽくていいじゃない。下駄やセッタを履くためのような足は、うん、フィットするスニーカーがありません。あるよないんだってないんだって。もうあるよ。探せ。ないのトゥーパンプさんの話は。特に直輸入のスニーカーはまずフィットしません。で、輸入も買わなきゃいいんだよ。猫先生絶好調だね。転職して観光総裁以外はドレスコードがなくなった私はスニーカーが一番楽なので、うん、直輸入のスニーカーがフィットする足になりたいですということで。そっか、それさ、じじいもさ、若い頃さ、アメリカ製のスニーカー欲しくってさ、はいはいはい、と向こうの人の足違うじゃん。そうですね、幅が狭くてさ、ゴムも高くないじゃん。いや、本当あいっこないんだよ。うんうんうん。それで靴のサイズをでっかくしていったんですよ。あ、そうなんですか。そういう理由があったんですね。そう、靴のサイズをでっかくするとフィットするよ。ちょっと信じられないですよね。2cm から3センチぐらいでっかいの買うと、高高とかバンビロは解消できる。本当かなって思いますけどね。本当だよ、試してごらん。騙されたと思うかもしれない。いや、騙されたんじゃないですか。はい。